はい、皆さんどうもこんにちは、トリです。本日は人間関係について話していきたいと思います。私たち人間はすぐに他人を批判します。他人の良いところは全く全然目に入ってこず、他人の悪いところはすぐに目に飛び込んできます。実際のところ、私たち人間は他人の荒探しをすることが非常に得意です。他人の荒を探し終えた後、次のフェーズとして誹謗中傷が始まります。その人の悪いところをいろんな人に言いふらしては高らかに嘲笑います。私たち人間の会話の内容はそのほとんどが噂話や陰口です。私たちの口はペラ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 と際限なく他人の欠点を悪く言い続けます。そのような中で聖書は言います。他人のことを悪く言わずにただ黙っていなさいと。どういうことか、本日も永遠の大ベストセラーである聖書から共に学んでいきたいと思います。本日の聖書箇所は箴言11章12節13節のところです。まずはお読みいたします。隣人を蔑む者は良識がない。英知のある者は沈黙を守る。人を中傷して回る者は秘密を漏らすが、霊が忠実な人はことを秘める。まず12節のところ、隣人を蔑む者は良識がない。英知のある者は沈黙を守る。隣人というのはあなたの周りにいる人のことです。聖書は隣人を蔑むことは良識のないものがすることだと言います。蔑むとは他人を自分より能力人格の劣るもの、価値の低いものとみなす、見下げる、見下すという意味です。つまり他人を見下すものは良識がないということになります。ちなみに良識とは物事の健全な考え方、健全な判断力という意味です。では良識のあるものはどのように行動するのでしょうか。英知のあるものは沈黙を守ります。英知というのは深遠な道理を知りうる優れた知恵という意味です。つまり良識のあるものは他人を見下さず、またそういったことも口にしないということです。英知のあるものは悪い言葉を一切口にしないものです。13節のところ、人を中傷して回る者は秘密を漏らすが、霊が忠実な人はことを秘める。新約聖書ヤコブの手紙3章2節から8節にはこうあります。私たちは皆多くの点で過ちを犯すからです。もし言葉で過ちを犯さない人がいたら、その人は体全体も制御できる完全な人です。馬を御するためにはその口に靴輪をはめれば、馬の体全体を思い通りに動かすことができます。また船を見なさい、あのように大きくて強風を受けていても、ごく小さい舵によって舵を取る人の思い通りのところへ導かれます。同じように舌も小さな器官ですが、大きなことを言って自慢します。見なさい、あのように小さな火があのように大きな森を燃やします。舌は火です。不義の世界です。舌は私たちの初期間の中にあって、体全体を怪我し、人生の車輪を燃やしてゲヘナの火によって焼かれます。どのような種類の獣も鳥も這うものも海の生き物も人類によって制することができ、すでに制せられています。しかし舌を制することができる人は誰もいません。舌は休むことのない悪であり、死の毒で満ちています。実際のところ、私たち人間は自分自身の舌を制することができません。一度私たちが口を開けば、舌は勝手に動き、ペラ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 と
際限なくおしゃべりします。そうなればもはや制御不可能です。言わなくても良いことや言ってはダメなことが口からポロ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 とたくさんこぼれ落ちます。他人の欠点ばかりを言いふらすおしゃべり好きな人は結果的に秘密を漏らします。自分の舌を制御することができないからです。秘密をたくさん漏らすので周りにいる人々はだん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 その人を信用しなくなります。しかしこれとは対照的に英知があり礼が忠実な人は他人の欠点を言いふらすことはせず黙っているので秘密をしっかり守ります。その人は自分自身の舌をしっかりと制御していると言えます。秘密を漏らさないのでより周りの人々から信用されることでしょう。皆さんどうでしょうか。あなたは今まで人のことを誹謗中傷してはいなかったでしょうか。もし他人の悪口ばかりを口にしていらっしゃるとすればあなたは良識のない愚か者です。他人のことを悪く言うのはやめましょう。もしあなたが自分自身の舌を制御するなら周りの人々からの信頼度が上がりきっとあなたの人間関係はうまくいくことでしょう。この他にも聖書には人間関係の秘訣についてたくさん書かれています。興味のある方は一度聖書を読んでみてください。聖書は今の時代ネットで簡単にしかもタダで読むことができます。また書店に行っていただければ安く購入することができます。一度読んでみてください。聖書は少し難しい本です。聖書を読んでいる中でわからないところがあれば一度お近くのキリスト教会に足を運んでみてください。教会の牧師先生であったり教会の信徒の人たちがあなたに分かりやすく丁寧に聖書のことを教えてくださることでしょう。他人のことを悪く言うのはやめましょう。その代わりに沈黙を守りましょう。英知のある良識のあるものは人のことを悪く言わずに沈黙を守るものです。そのようなものになりましょう。本日はこの辺にしたいと思います。さよなら。また次回もお楽しみに。